皆さんこんにちは、白川美月と申します。はい、久々の動画投稿になってしまいました。申し訳ないです。度重なる体調不良と、ちょっと出張だったりなんなりいろいろとしてて、なかなか動画編集の時間も1日に取れても1時間とか30分とかの日々が続いてしまいまして、もう2ヶ月3ヶ月くらいまともに活動ができてない状態でした。申し訳ないです。毎月月末にやってた生放送もね、ちょっと家の事情的に枠が取れずにいました。申し訳ないです。本当にお待たせしました。はい、お知らせというか、とりあえず何かしら動画を上げようと思って、告知というかお知らせという形の本当に緩いものになるんですが、6月8日で白川美月活動開始してからちょうど半年になります。昨年の末12月8日に初めて YouTube に動画を投稿してからもう半年が経ちます。そのうちのね、半分は全然活動できなかったんですが、それでも Twitter で心配してくれる声をかけてくださったり、YouTube のチャンネル登録して投稿待ってるねっていう風に言ってくださる方がいらっしゃったり、本当に励みになっております。ありがとうございます。ちょうど半年を迎えるということもあり、仕事の方が落ち着くということもあり、で体調面でも初夏を過ぎるとだんだん落ち着いてくるということもありまして、白川美月活動の方を本格的に復帰したいと思ってます。はい、よろしくお願いします。久々に動画を撮ってるんですが、自分のね、声の出し方を忘れてしまいました。といってもね、白川は別になんかこうキャラ付けって言っていいんですか、何か特にキャラクター性があるようなもん生き物でもないので、いつも通りの白川ではあるんですが、それでも動画を撮るための声の出し方ってやっぱあると思ってて、日常的にね話す声とちょっと違うとは思うんですが、自分がどれぐらいのテンションで話してたかとか全然覚えてなくて、基本的にはものすごいテンション低いと思うんですが、ちょっと今日はテンションが高めかなと思ったり思わなかったりしますね。まあそちらの方も徐々にリハビリをしていきたいなと思ってます。でね、いただいたゲームたくさんあったり、紹介していただいたゲームもたくさんあるんですが、全然できてないので、そちらもやりたいなと思ってます。で、途中になってるシリーズもね、途中になってるシリーズしかないんですけど、パート1 YouTuber というね異名をもらってしまい、こちらを返上するためにもシリーズを一つずつ終わらせていけたらいいなと思ってます。新しくちゃんと完結させたいなと思ってます。それで生放送のね仕方もね完全に忘れてると思います。今月の末ぐらいには1回ぐらい配信の時間が取れると思います。本当に現段階で4割ぐらいの天気予報で言うと 38% ぐらい、降水確率、配信確率 38% くらい、本当に期待できない予報外れもあると思いますが、もうそれぐらいの気持ちで待っていただけるといいなと思います。配信する際は、まあ、何を配信するか分かんないんですけど、ちょっと Apex も全然最近やってないのでどうかな。まあ配信する際は配信のリハビリとゲームプレイのリハビリも兼ねて遊びに来てくれたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。白川は誕生してから半年になりましたというお知らせ。皆さん日頃応援してくれる方に感謝の気持ちを伝えたいという動画兼動画の投稿リハビリみたいな動画でした。
はい。あ、以前の配信とかでね、リクエストいただいた、マシュマロとかでいただいた、デッドバイデイライトのナース、ね、キラー側のプレイとかもやる予定でいます。はい。お待たせして、本当に申し訳ないね。まあ、そちらも楽しみに待っていてください。はい。キラー本当ね、キラーは本当に苦手なんですけど、どれだけ白川がキラーが苦手かというのも見ていただければ幸いですね。はい。だいぶもう5月の半ばぐらいから30何度とか超えてしまって、かなり暑い日が続いています。朝晩はね、結構冷え込むので、気温差で体調崩す方もいらっしゃるかなと思いますね。これからもね、いよいよ本格的に、まあ先に梅雨が来ると思うんですが、これから本格的に夏が始まって暑くなりますのでね、曇ってる日でも結構水分補給ちゃんとしないと、熱中症とか脱水症状になりやすいという話も聞きますので皆さん体調には十分気をつけて、この夏塩分補給、水分補給もしっかりと行っていきましょう。うん、怖いね。白川は新しい目標を実は作りまして、新しい目標というか、まあね、活動している VTuber の方が大体考えていることだと思うんですが、半年という節目を迎えて、今後もさらに頑張ろうと思いまして、その明確な頑張る目標としましては、収益化の方を目指したいと思っています。はい。まあ、収益化を目指すというか、まあ1000人を目指すという形で、向こう1年以内に1年以内に行けたらいいね。明確な目標がある方が白川は頑張れるタイプですので、頑張って1000人を目指したいなと思ってます。今後も白川のそばで見守っていただけたら幸いです。よろしくお願いします。何回よろしくお願いしますって言ったかな。あ、そういえば結構気にしてくれる声が多いんですが、ファン故障って言えばいいんですかね、そちらの広報の中で、その五感というか聞いていてしっくりくるなぁと思っているのが、現状付き人ですね。うん、その付き人という案をくださった方曰く、付き従っていろいろとお世話をしてくれる付き人とかけて、付き人っていう風に、あとシャレが効いててね、個人的にはすごく分かりやすいしいいかなと思って、ちょっとね、白川が付き人といって、付き人がつく人ってこうちょっと位の高い方ってイメージがあるので、ちょっとおこがましいかなとは思ったんですけど、あとはね、あ、綺麗だなと思ったのは星屑とかね、綺麗だなと思ったんですけど、ちょっとなんか動画内で星屑の皆さんとかやってるとクズってついちゃうから、どうしても人のことクズって呼ぶとなんかちょっとバンされそう思いましてね。はい。ということで、付き人の方がこう言いやすいし覚えやすいし分かりやすいしいいかなと思いまして、ファン故障の方は付き人にしようかなと思います。どうですかね。いろいろ案をくださった方がたくさんいまして、本当に感謝してます。ありがとうございます。本当にね、素敵な案が多くて、白川の白川美月という名前の由来を覚えてくださっている方が結構多くて嬉しかったですね。名前の由来からこうこうこういうのどうですかとか、そういう案とかもありましたので、たくさん考えてくださって嬉しかったです。はい、付き人ということでよろしくお願いします。というわけで、今日は活動半年と今後の目標と、ファン故障が決まりましたよというお知らせの動画でした。ゲーム実況を期待して待っていてくださった方には申し訳ないんですが今日は雑談動画です。はい。
また近日中にゲーム実況の方もあげますので、待っていてください。というわけで今回はこの辺で、またお会いしましょう。白川美月でした。